はい、どうもゴリスポです。皆様お疲れ様でございます。今日は9月の13日、4時半ですね。はい、なので、今日の動画は暗いから明るいに、ゴリスポベースパワーアップする動画になるんで、あえて4時半スタートです。そしてアイボ来てます。はい、はい、どうも。はい、相棒喋れないですからね。はい、高見さんですね。高見さんと一緒にちょっと電気工事やりたいと思います。ゴリスポ動画、ゴリスポガレージ、明るいぞ計画、頑張りましょう。頑張ります。はい、そんな感じです。はい、リポビタンゼロでパワーをつけて作業に入りたいと思います。高見さん、乾杯。はい、そして雨も降ってきましたね。そしてこの人は雨が降るっていうの分かっててバイクで来てますから。そんな感じで気狂っちゃった。はい、ちょっとね、暑さは危ないです。そんなわけで電気配線工事スタートします。これはもう今まで何度もお見せしてますが、自分のゴリスポガレージはこの暗い感じの、蛍光灯が2灯、これを、LED 化まずはします。はい、まずは先ほどの、蛍光灯、これを直感LED タイプに切り替えたいと思います。これはこれで 20W 型相当合ってます。はい、はい、なので結構これだけでも明るくなるっていうお話です。まずこちらの蛍光灯2つを LED 化してどのぐらい明るくなるか試してみたいと思います。さらに、こちらですね、これは多目的 LED、はい、前回も、ご紹介しました。もう一個追加しておきました。やっぱゴリスポベースはガレージは明るくなくちゃまずいと思います。今日は何、細かいお金、細かいというか大きなお金、1万3、4千円使いましたね。でもこれからの自分の動画は明るいゴリスポを目指すのでしょうがないと思います。1万3000いくらは。そんな感じでまずは、LED に2本取り替えて明るさ比較をしたいと思います。はい、LED 片側 LED 化してます。で片側が、普通の蛍光灯ですね。ちょっとこの動画では分かりにくいですが、 LED の方がものすごい明るいです。で高見さんの変な撮り方でごめんなさいね。高見さんの計算上この蛍光灯の4倍蛍光灯の4倍ぐらい明るくなる。はい、4倍ぐらい明るくなってるはずっていう計算です。何ルーメン、まあそういう、あれは1000ルーメン、1000ルーメン。こっちがね、ルーメンで言うと多分300か400とかになっちゃう。あ、そういう感じ。で、もう一つこちらも、LED 化します。はい、これから電気工事に入ります。買ってきたのはニッパーと、高見さんと2人作業なのでお互いバラバラに働きます、動きます。なのでドライバープラスドライバー2個、カッター300円ぐらいかなこれ、が2個、そして配線ですね、これ 20m、あとは細かいやつですね、こういった系。自分たちはこれ系の、作業をやったことがあるので2人で共同で別々でやっていきたいと思います。あとはこれを止めるために細かいもので、木ネジですね、こちら、高見さんの勘で35でいいらしいです。もし35で、不具合があったら高見さんをボコスコに怒った。そんな感じで、配線工事始めます。はい、ゴリスポガレージフル LED 化完成ですね。はい、こちら、まずは日本製5000円のこちらを紹介したいと思います。これはよくできてますよ。ちっちゃいのもつきます。そして明るくさ3段階素晴らしいですね。これが中丸製だと最初から電気がつかなかったり、電気がついても途中からすぐに電気が切れてしまったり、自分はトラブルに巻き込まれるのは本当に嫌なんで時間が欲しい人です。そしてこれはもともと蛍光灯だったものを LED 化しました。こちらは1000円ですね。はい、今までのゴリスポ動画では絶対にありえなかった、なかった明るさを手に入れることができました。
そしてちょっとアップにしますね、こちら、高見さんのフィーリングだけで、木ネジ 35mm かな、ちょうどぴったりだったみたいです。ぴったりだったっていうのは、自分は、これを組んでる時はここに いませんでしたっていうのは、自分はホームセンター2往復してます。その間に高見さんが、この配線の長さとかをイメージで、切ってくれましたね。その35の 木ネジぴったりで良かったです。もし不具合があったら、自分は高見さんを怒らねばなりませんとあ、ちょっとやっぱり長かったら30か35で、自分は30って言ったんですけど、高見さん的にはフィーリングで35、まあその辺はあれとして、こっちの丸筒も一応つけときましたね、今回は。はい、今回限定です。今まで使ってた丸筒です、緊急事態用の。そして先ほどのドリルですね、加工はちょっとアップにします。こちらのフックをつけるためのドリル加工でした。それをやっておくと、フック簡単にネジ回せますからね。そしてこちらにもフックをかけてます。こちらのちょうど真下には、自分の命を守るための、温度計がありますからね。はい、そんな感じで、そしてこれから今までの自分の動画では絶対に撮れなかったものを、ちょっとやってみたいと思います。北海道にお住まいのモキューさんから、昨日おとといかな、玉手箱が届きました。こちら中を紹介したいと思います。明るさは大丈夫？全然平気。オーライ、はい、いきまーす、はい、開封はしてあるんですが、一回自分は中身確認してますね。とんでもないものが入ってたら、ちょっと自分レンスケ TV じゃないんで、その辺の柔軟性はないんで。こちらですね、まるちゃんの焼きそば弁当のカップタイプですね。自分がイメージしてるのは、焼きそばって言えば、UFO ですね。あれは日清 UFO、そして、ペヤングですね。ペヤング焼きそば、まるちゃんのこのタイプっていうのは自分は初めて見ました。こちら北海道限定らしいです。焼きそば弁当、アップにしてます。いや、自分が近づけばいいんかってはい、スープ付きですね。こちらはモキューさんは高見さんと分け合ってくださいね的なことを言ったような、言ってないような記憶があるんで、今日、一緒に、作業してくれた高見さんにお裾分けですね、6つ入ってました。なので、2つ分けたいと思いますはい、ありがとうございますご苦労様でした、はい、今日2つは差し上げますので、ね、はい、わかりました、いただきます。北海道のモキューさん、ありがとうございます。いつもモキューさんの動画見てます、そしてあっという間に、チャンネル登録、モキューさんにぶち抜かれたのはここだけの話ですそんなわけで次行ってみます。はい、最後にゴリスターですね、ここまで高見さんがゴリスター運んできてくれました。そして高見さんの曰く、はい、一言お願いします。はい、押し引きした感じなんですけど、うちのベルシスよりゴリスターのが軽いです。ここですね、ゴリスターがもう本当に苦労して軽量化してしました。そしてそれが川崎ベルシス650より、取り回し軽いという現実。そしてゴリスポちょっとあれしたいですね、ガーディアンベル、これも紹介してみようかな。ちょっと待ちくださいね。あ、これリバースさせた方がいい、ごめんなさいね。あ、おお、今度はカメラがよくやるやつだ。あ、でもちょっとあれ、ちょっともうちょっとあれしょ。あ、ちなみに、高見さんからガーディアンベル、プレゼントでいただきました。これは、時期、ゴリスターにつけるんで、もうちょっとちゃんと紹介したいと思います。高見さんありがとう、大体2000円ですこれは。はい、で、デザインは、あれですね、エンジェル、はい、Your Angel Baby、 はい、この感じですね。今までは絶対になかった、今までは動画でプラス 20% ガンマをかけてました。それでも暗い動画でした。今ここまでゴルスポガレージ明るさを手に入れました。これがどういうことかというと、夜の整備もしくは夜のカスタムも取れるということです。もうそういう季節になってきました。
これができるっていうことは自分にとっては大きな武器になります。今まで暗かったゴリスポ動画から明るさを手に入れた。それは、動画の質も変わりますっていう話です。前の動画は自分がここに立つと稲川淳二さんみたいになってしまいました。その差と今の差は相当大きいと思います。今日は本当はディーラー、ハーレディーラーに行って車検の打ち合わせをしようかななんて思ったんですが、高見さん入る？はい、はい、まず、はい、あれですね、別に打ち合わせなしでただ電話してね、うん、そう、うん、暇だっていうんでちょっと手伝ってって言って、んで久しぶりに自分カツ丼じゃない、なんだっけあれ、とんかつ屋さん、とんかつ屋さん、うん、とんかつ屋さんに行って、もうそれですごい時間になっちゃったんですよね。そう、もうそこで3時過ぎました。なのでもう動画、もうハーレー動画は無理だなっていうのを思ったんで、今日は LED 化をしてみました。何か一言ありますか？いえ、特には、はい、これです、俺の相棒は喋れません。そんな感じで、ご視聴ありがとうございました。